レプティクティス目は、哺乳類の絶滅した目の一つ。名前は、ラテン語で、優美なイタチを意味する。レプティクティニウムの化石。国立科学博物館の展示。新獣下綱の内ち最も無初期に出現したグループであり、最古の化石記録は、モンゴルの白秋前期の地層から発掘されている。白秋後期、赤月新生にかけて発展し、地理的にも、ヨーロッパ、 北アメリカ大陸へ広がった。失神魚からは衰退し、全身魚の前期には絶滅した。外視鉄パイカ、トガリネズミに似た風の長い小動物で、食中性だったと考えられている。失神魚のヨーロッパに分布した、レプティクニウム属レプティスディアムでは、前肢が短く、後足と尾が長い形態になっており、おそらくは似た外形のトビネズミや羽ネジネズミのように、後足だけで、 跳躍走行していた。この属は、レプティクティスメとしては大型で、全長は60から90センチメートルあった。かつては、初期の食中目に属するものと誤認されていたが、同様に扱われていた、いくつかのグループとともに、原正し十和目として半ば分離され、後にレプティクティスメとして、完全に分離された。後続する多くの魔獣類の祖先だとする意見もあるが、 身体構造の特殊性からそれを否定する見解もある。マッケナ・ベルの分類体系においては、エピテリア巨銘に含まれ、上メイカのトガに分けられる。上述のレプティクニウム属は、プセウドリンコキオン下に入る。ありがとうございます。